陸上、長距離強化記録会。15日、柏原公園陸上競技場。女子中学、高校、一般800メートルで高校2年の久保林。16、イコール東大阪大慶愛高イコールが1分59秒93の日本新記録をマークした。タイムレース3組で、2着に5秒以上の大差をつけてゴールした。 写真、確かに刻んだ1分59秒93キュートさと腹筋に力強さを感じさせるクボリン。従来の日本記録は2005年に杉森美穂、京セラ、がマークした2分0秒45で、19年ぶりに更新した。日本女子初の2分切りを果たした。クボはサッカー日本代表 MF クボ竹房、レアルソシエダードのいとこ、 6月30日に開催された日本選手権の同種目で、初出場ながら2分3秒13の自己ベストをマークし、田中望ややラベランな実力者を抑えて初優勝した。東京で行われる来年の世界陸上や4年後のロサンゼルス五輪を今後の目標に掲げ、世界では2分を切る人が当たり前。 その差を縮められるように来年は1分台が目標と話していたが、わずか半月後の大会で一気に大台を突破した。久保林、久保林、りん、2008年1月20日、和歌山県串本町出身。小学後、6年の時に県内の大会で記録を出したことをきっかけに、中学1年で本格的に陸上を始めた。 父健次郎さんの兄の子供が久保武房。小学1年から6年までサッカーをし、ポジションは右サイドハーフ。6年時に串本ジュニア FC として近畿大会出場。陸上では昨年の全国高校総体を高校1年で初優勝した。167センチ。